船の長さ詳細な船体の寸法船の全長とは、喫水船と平行に測定された船体の最大、長さのことである。この長さは船をドック入れする際に重要になる数字である。また、この数字は船舶のサイズを表す最も一般的なものであり、港の経流施設利用量を計算するためにも使用される。ロアは通常船体のみの測定で、小船や トールシップ、レーシングボート等のバウスプリットや、船体の付属物などは除外される。しかし、バウスプリット等を含むよう書かれているものもあり、紛らわしいことに、ロアの考え方に差異が見られる。そのため、小舟の前兆を示すために、ロアの代わりにスパルドレングス、トータルレングスインクルーディングバウスプリット、ムーリングレングス、ロアインクルーディングバウスプリットなどの表記も行われる。 船体の長さから突起物を含む船舶の長さを区別するため、甲板の長さが使われることもある。これは小さい小船ではロアがロードと大きく異なる可能性があるのでよく使われる。小型ボート用の ISO8666-2002 スモールクラフトプリンシパルデータではロの定義がなされている。この定義ではバウスプリットなどの長さは除外することとされている。 ありがとうございます。